こんにちは。今何されてるんですか？イチジクです。イチジク。はい。すみません、作業中に。いいえ、とんでもないです。イチジクっていうのはこうやって横ばいにするんですね。趣味でされてる方は、まあ普通にこうみかんがなってるような木の感じでもいいんですけど、市場とか、あの消費者にこう出荷というかするようなんであれば、まあこういう形にした方がまあ後々作業もしやすいんで、はい。あ、ちなみに何なんですか？あ、我々ですね、所ジョージさんの笑ってこらえてっていう番組のダーツの旅で。そうなんですか？はい。って言うたら会津美町出るわけですか？出ます。え、そうなんですか？はい、お父さんも出ます。あ、そうなんですか？はい。嘘でしょ？あ、まあ、出ます。ほんまに出ます。本当に？はい。何日かしたらまた芸能人の方が来られてっていう感じなんですか？そういえばないんですか？それもあるんですけど、今回は我々スタッフのみでのダーツの旅なんですよ。ああ、そうなんですか？はい。へえ。どなたかタレントさんいらっしゃった方が良かったですかね？ああ、結構好きなあの歌手の人はいるんですよ。はいはい。演歌歌手の岡みどりさん。あ、岡みどりさん。はい。はいはい、結構顔がタイプなんですよ。あら。そういう人がこう目の前に来たらね、ほんまにね手を拝んでらっしゃって。そうですよね。来てくださいっていう感じで。まあ握手ぐらいはちょっと、まあちゃんとアルコールでこう消毒してからお願いしますって感じで。洗えないんじゃないですか、手。そうやね、どうしようかね。お風呂も入れんしね、手洗ってしまうけん、どうしよう。手袋履いてお風呂入ろうかね。でたまにこう手袋外してこうやってして喜ぶ。